吉田です。今回は、プログラミングと英語を同時に習得完全ガイドということでお伝えしていきます。この動画では、プログラミングに英語が必要な理由や、プログラミングと英語を同時に習得する勉強法を解説していきます。 最近の IT 業界は海外に拠点を置いて開発を行うなど英語スキルを求められることが増えてきましたしかしプログラミングも英語も難しくて結局どちらも中途半端になりそうと悩んでいる方や不安になっている方でも大丈夫ですこの動画をご覧いただくことで効率的に両方を習得する方法が分かりますので最後までお付き合いください私の名前は吉田祐介と申します物販が大好きで現在はシンガポールに住んでいます プログラミングに英語が必要な理由とは何でしょうかプログラミングに英語が必要な理由はプログラミングのコード全てに英語が使われているからですしかしネイティブ並みの英語力は必要ありません中高生レベルの英語スキルがあればプログラミングコードに用いられている簡単な英単語は理解できますし翻訳ツールを使って英語で書かれたプログラミングの資料を読めるだけの英語力があれば十分です プログラミングの最新情報は英語表記プログラミングの最新情報はまず英語で発信されます日本語に訳されるまでに時間がかかります英語で発信された情報が各国の言語に翻訳されるまでにはある程度時間がかかるため日本語に翻訳された時にはその情報は既に最新ではないという可能性がありますまた全ての情報が日本語に訳されるわけではありません そのため仕事としてプログラミングを行うのなら最新の情報を英語で読む力が必要です英語と翻訳とのニュアンスが異なる英語から日本語に翻訳すると微妙なニュアンスの違いが生じますえ情報を正しく得るためにも英語表記の情報を英語でそのまま理解できるあるいは翻訳で違和感を覚えた箇所は確認できるレベ,レベルになってください 英語のまま理解する方が習得は早いです。プログラミングは英語で行動を構成しています。そのため、日本語に翻訳しながら学習するよりも、英語のまま学習する方が作業効率も圧倒的に向上しますえ。常に最新情報を得る必要がある。IT 業界は情報の移り変わりが早い業界です。そのため、常に知識をアップデートし続ける必要があり、最新情報を手に入れるスピードがライバルとの差を生むことになります。 変数や関数も英語で表記されている。プログラムでは変数や関数も英語で書かれています。簡単な英単語を暗記する感覚で変数や関数も覚えていきましょう。プログラミングをする際に求められる英語力とは 英語の聞く、話す、書く、読むの能力のうちプログラミングに必要なのは読む力だけです。トイックのリーディングを425点以上取ればプログラミングする上で困ることはないでしょう。まずは必要なプログラミング用語を覚えてください。いきなりプログラミング言語やライブラリのチュートリアルを読んでもほとんど意味が理解できません。 ブラウザの翻訳機能などを使って日本語に訳し、再度読むのを繰り返すことで、プログラミングに必要な英単語を覚えることができます。例えば以下のチュートリアルで実践してみてください。Python のチュートリアル、それから AngularJS のチュートリアル、こちら動画の概要欄に URL 貼っておきます。英語教材で学ぶ。 インターネットを使って英語教材でプログラミングを学べば、プログラミングと英語を同時に効率的に習得することができます。基礎学習のサイトであれば、中学生レベルの英語力で問題なく学習することができます。プログラミングと英語を習得することで得られるものとは、プログラミングと英語を習得することで一体何を得ることができるのでしょうか。まずは一番目、経済力です。 平成27年度に国税庁が調査した民間給与実態統計調査によればエンジニアの年収は一般的な平均年収を150万円上回っていてまた全国1000人を対象に株式会社キャリアインデックスさんが行った年収転職実態調査によれば英語力と年収が比例するという結果が出ています。 2番目、仕事の選択肢が増えるということです。プログラミングしかできない人、英語しかできない人と比べて、両方できる人はそれだけ仕事の選択肢が広がります。3番目、情報収集力ですね。IT 業界は常に進歩しているため、最先端の情報をキャッチするためにも、英語のスキルが必要不可欠です。プログラミングができるだけで良いのか プログラミングができるだけの人は指示されたコードを書き続けるしかありません英語力をつけることで自ら仕事をより積極的に選択することができます英語でプログラミングを学べるおすすめの学習サイト英語でプログラミングを学べるおすすめの学習サイトをこれからご紹介していきますまずは1番目コードカデミー コードアカデミーは HTML、CSS、PHP、JavaScript、Ruby など、プログラミング学習の基礎を無料で学べます。中学生レベルの英語力、これは必須になります。コードアカデミーの公式サイトも動画の概要欄に URL 貼っておきます。2番目は Udemy。Udemy は有料でプログラミングを学べるアメリカ発のオンラインの学習サイトです。クオリティが高い講座が数多くラインナップされています。こちらも動画の概要欄に URL 貼っておきます。 それから UDECity ですね UDECity もプログラミングを学べるオンライン講座のサイトです基本的に無料で受講することができ一部日本語字幕に対応していますさっきで紹介した2つのサイトよりも専門的かつ実践的な講座がラインナップされていますこちらも動画の概要欄に URL 貼っておきますプログラミングで使用する際に注意すべき英単語 最後にプログラミングで使用する際に注意しなければならない英単語をご紹介していきます。使用してはいけない英単語まずゲットそれからセットアクセサーゲッターセッターやプロパティ以外に使うと混乱を招きます。 それからチェックチェックっていう言葉は意味が広すぎて何をしているのかがわかりません具体的に何をしているのか分解して考えて別の言葉を使ってくださいただしチェックマークをつける意味でチェックを使う場合は構いませんそれからチェンジチェックと同様何をどう変更しているのか具体的に考えてくださいそれから何々タイプ何々データ何々アイテムそれから何々インフォ まあこういうような言葉だと冗長になりやすいためタイプデータアイテムインフォを取っても意味が取り除いても意味が通じるか検討をしてください使用しない方がいい英単語コンペア比較するという意味ですね比較した結果がどうなるかが分かりづらいので他の動詞を使ってください それからトグルこれは切り替えるという意味ですが切り替えた状態がどうなるか分かりづらいので他の動詞を使ってくださいえ対になる英単語があります例えばコメントアウトアンコメントですねコメントするコメントを解除するという意味ですコメントだけの場合はコメントするそれから批評するという意味になりますそれからアドリムーブこれは追加する削除するという意味なんですがリストなどに値を入れる場合にも使われます それからスタート、ストップこれは開始する止めるということですね途中からであっても静止状態から動き出すのがスタートです名詞ではスタート、エンドというふうになります間違いやすい英単語プログラミングという英単語がありますが M が2つあるので注意してくださいそれからライセンスこれはですね US と UK でですねちょっとスペルが変わってきますなので注意してください それから、キャンセルド。これはアメリカの英語とイギリスの英語ではスペルが違います。これも注意してください。そして、コレクト。コレクトもですね、L が2つのコレクトはですね、集める、コレクションするという意味です。で R が2つのコレクトは、まあ、日本語では同じですが、正しいとか訂正するという意味になりますので、意味合いが全く違っていきます。ここを注意してください。 それから、キャッシュですね。キャッシュというのはメモリなどのキャッシュを意味することが非常に多いです。で、もう一つのキャッシュは現金という意味もありますが、プログラミングでは現金という意味で使うことはほぼありませんので、メモリのキャッシュのスペルの方をよく覚えてください。 そしてレジスターですね。レジスターは登録するという意味です。レジスト、抵抗すると訳すと混乱のもとになるので省略しないようにレジスターというふうに書いてください。それからあライズですね。ライズイベントでイベントを起動するという意味になります。 ディスクはケース入りの磁気ディスクのことを指します。ディスク円盤とは剥き出しの光学ディスクのことを指しますので、これも覚えておくといいでしょう。 えそれからあ、ダイレクトリーですね。フォルダー,あー。失礼しました。ダイレクトリーというか、ディレクトリーですね。ディレクトリーは Linux 系で使われるディスクの上の保存場所を指します。フォルダーは Windows 系で使われる階層構造のことです。これも、えー、同じものなんですが、言葉が違うので、まあ、覚えておきましょう。読みを間違えやすい英単語もあります。darn とか align とか temporary とか false、えー ティップ、塗るとかそういったものをですね、えー、まあ覚えておくようにしておきましょう今回はプログラミングと英語を同時に学習する利点とその方法をご紹介していきましたプログラミングとともに英語を身につけることで人材としての価値が上がり IT 業界に必要な人材として仕事の選択肢も増えていきますぜひ今回の動画を参考に学習を始めてみてください さて、英語とプログラミングをマスターしても何を作ればよいのかアイディアがない人が非常に多いですもし作りたいものが定まらない場合はネット物販に取り組むことをお勧めします動画の概要欄に物販の便利なツールこちらをご紹介しておきますこれらをヒントにあなたにしか作れないアプリをぜひカスタマイズして作ってみてください、えー、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう